国土交通省近畿地方整備局、大和川河川事務所は15日、大阪府河南町新山の千早川に、近くの運送業者の積み荷から、ボディーソープ約900キロが流入したと発表した。魚などへの影響は確認されていないという。運送会社の責任問題だと思うが、もちろん真っ当にやっている運送会社もあるし、物流を支えてくれているのも、運送会社だと思うし、ドライバーさんは、きつい業務をこなしてるとは思うけど、事故を隠蔽したり夜中の危険運転や危ない、路中などいろいろと運送業界の闇は深いね。夜間の雨で、泡の多くは流れたが、15日朝も一部が残った、ままだった。近くの男性は、川の水面から背丈を超える高さまで泡が、盛り上がっていて驚いた。影響がなければいいがと、心配していた。発表などによると、14日午後6時30分頃、川に大量の泡が浮いているのを見た住民が町に通報した。近くの運送業者の駐車場で、ボディーソープの原液を入れた容器が、トラックの荷台から落ちて破損。原液が、側溝に流入し、不動や千早川に流れ出たという。千早川は上流に、千早赤坂城や金剛山がある。下流は石川に流れ大和川に合流する。富田林市から堺市に至るまでの市町村はこれらの河川から水道水を得ている。その直後、ソーシャルメディアの人々から多くの批判がありました。海面活性剤が生物界に及ぼす影響は小さくない。プランクトンや藻類、水生生物の卵や幼生、さらにはバクテリアや単細胞生物まで。プランクトンのパレットに洗剤を一滴入れて、顕微鏡で見たらいい、溶けるんだぜ。泳いでる魚が死ななくても、遠からず、餌がなくなれば全滅する。荷物の管理もできなきゃ通報もしないなんて、運送業界が頑張ってくれてるのに、こんな事業者がいるんじゃ台無しじゃないか。流域の水生生物も心配ですが、田畑への飲水とかも、すすぎ直すには、かなりの豪雨が必要では、大和川に合流するまでに浄水場もあったはず。流出量がまとまっているだけに心配。それにしても、荷台から落下の原因が気になる、重量的に不可解です。900kg のボディーソープだって、重大な環境汚染、運転手も、さることながら、事業主の管理責任も問われるべき。何、罪からは知らないが、逮捕拘留起訴事案ではないのか。見れば、山あいの綺麗そうな場所だ。ほとんど流れた、それで終わりにしないで、ちゃんと環境に負荷かけた分、償うべきだろう。生態系が激変します。河川の生物は絶滅するだろうと思います。洗剤の主原料は、海面活性剤です。海面活性剤は、水と油分を一体化させて、汚れを落とします。生物が水中で生きられるのは、体内に水を引く油分を持っているからです。その生きるために必要不可欠の油分は、水中に大量に流れ出た海面活性剤によって水と一体化してしまいます。体内の臓器も水と一体化するので、ほどなくして生物は死滅します。ちなみに、ゴキブリに海面活性剤をかけると、いとも簡単に死にます。海面活性剤は汚れを落とすにはとても便利なのですが、大量の海面活性剤が自然界に撒き散らかされると、取り返しのつかない事態になってしまいます。下流の海に影響が出ないことを願うばかりです。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。 LIKE して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。